はい、どうもこんにちは、しゅんじです。今日はこちら、じゃじゃーん。ハッピーセットのおもちゃ、プラレールを見ていきます。今回、ハッピーセットのおもちゃ、第1弾、第2弾とあって、今回ね、第1弾ですね。こちらの4車両が、ラインナップで入ってます。では、袋をくるっと回して、これね、番号が、KEQ5678 ですね。では、袋をカットして、まず1車両目、じゃ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 ーん。1台目、富士急行8500系富士山ビュー特急が出てきました。袋の中にはこちらのシール、そんなに数は多くないですね。と、あとね、説明書、ここには遊び方が書いてますね。あとこちらプラレールラインナップが入ってます。わー、すごいかっこいい車両がいっぱいあります。わパンダクロシオってめちゃめちゃ可愛いじゃないですか、これ。ペラッとめくるとプラレールの宣伝ですね。それではラベルの方をね、ポンと貼っちゃいたいと思います。いきます。せーの、よいしょ。はい、ラベルの方貼り終えました。くるくるっと回すと、こんな感じで、カラーはね、ちょっと小豆っぽい色、赤色かな?のカラーになってますね。底面の車輪は回るんで、下に置いて手転がして遊ぶことができますね。車両の横、ここにね、レンズがあるんですけど、ここを覗くと絵が、映し出されるみたいで、で、上のダイヤルを回すと絵が変わっていくみたいで、8枚もね、なんと絵があるみたいで、見えるのかなこれ。ちょっとね、映せないんですけど、これダイヤルを回すと絵が変わっていって、列車がね、畑の横をね、走ってる写真だったり、あと、車両のね、中の、写真だったりね、すごいね、かっこいいんですよ。で、底面ね、この白いレバーを前に動かして、よいしょ。あ、飛び出てきました。この白いパーツを縦にくるんとして、他のね、車両とつなげて遊ぶことができます。はい、まず1台目、富士急行8500系富士山ビュー特急でした。はい、では続いては6789を、見ていきたいと思います。袋をカットして、さあ、あ、出てきたはい、黄色のカラーがかなり目立ってますね。923型ドクターイエロー T5 編成です。シールの方は少なめで、5番までしかないですね。ああ、こういうのありがたい。シールの方貼っていきますね。1番ペタ。はい、次は2番ですね。ペタッと貼って、3番の黒いシールをペタッ。次は4番。ちょっと慎重に。ああ、結構これ難しい。はい、ペタッと貼って、最後5番ですね。はい、慎重にペタッ。はい、ラベルの方貼り終えました。は、5番までなんでね、貼りやすいのと、あとね、ドクターイエローかっこいい。で、この車両も底面ね、車輪がくるくる回るようになってるんで、下に置いて手転がしで遊ぶこともできます。で、もう飛び出ちゃってたんですけど、この白色のレバーね、前後に動かせて、で、くるっと回して、他の車両とつなげることができます。後ろ側にね、ぐさっと差し込みます。こんな感じですね。で、このドクターイエロー光るみたいで、電源スイッチどこかな、あ、あった、これですね。電源スイッチがあるんで、これね、オンにしてみます。明るい状態で今ね、電源オンにしますね。いきます、せーの、よいしょ。こんな感じです。おー、窓から光ってるのが見える。オレンジ色かな。はい、反対側から見るとこんな感じです。ちょっとね、明るいと見えにくい。部屋をね、ちょっと暗くしていくと、あ、これぐらいが一番見やすいですかね。あ、結構明るいです。オレンジ色にね、光ってますね。あ、すごいすごい、かわいい。光らせた状態でね、夜こんな感じで手転がして遊んだら楽しそう。いや、光る系のおもちゃ大好きなんで、いや、これは嬉しいですね。かっこいい。はい、二つ目は923型ドクターイエロー T5 編成でした。はい、では次は7890を見ていきます。袋をカットして、さあ、次は、じゃ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 ーん。はい、次に出てきたのは500系新幹線でした。これね、シューターがついてて、レール型のシューターでね、可愛いんですよ。シールは12番まであって結構多いんですよ。これ頑張って貼りましょう。いきます。せーの、ポンでいきますね、これ。せーの、ポン。はい、シールの方貼り終えました。さっきほどじゃないですけど、割と簡単にね、貼ることができましたね。またね、この上の部分のね、青色のカラーがかっこいい。
底面には車輪がついてるんですけど、これはくるくる回るんで下に置いて手転がして遊べるのと、この車両もね白いレバーがあるんで動かして連結させてね遊ぶことができます。それではレール型のねシューターを後ろに差し込んでレールの横を握ります。握るとはしゃっ結構速いですね。プラレールのボディ結構ね大きいんで、もっと遅いのかなって思ってたら意外と速い。いきます。あ、すごいすごい、これ楽しいですね。どこまで走るか、みんなで競争したりしたら楽しそうですね。これ3台目は500系新幹線でした。このシューター機能がねすごい楽しいんで、またよかったらぜひねいっぱい遊んでみてください。ではラスト8901を見ていきますね。袋をカットしてラスト、じゃ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 、出てきました出てきました出てきました。はい、ラストは C56165機 SL 北琵琶湖号です。でこちら、ラベルなんですけどね、とんでもない数になってますねやばい。ではねラベルの方ポンと貼っちゃいますね。いきます、せーのポン。はい、シールの方貼り終えました。こんな感じ、かなりね大変でした。またちっちゃくてね貼りにくいところも何箇所かあるんですよね。シールを貼るのはねすごい大変だったんですけど、作りはかなりいいですね。で底面はこんな感じで、こう白いレバーを動かすと他の車両とね連結させることができるようになってますね。後ろにもついてますね連結パーツ。でこれ車輪がついてるんですけど、これもくるくる回るんで下に置いて手転がしで遊ぶことができますね。でこの車両ね遊び方なんですけど、これね笛になってて、ここを吹くと音がするみたいで、ちょっとやってみたいと思います。いきます、せーの。なんか心地いい、ちょうどいい音がするかっこいい。またちっちゃい子がやってたら絶対かわいいなっていうような音ですね。でここに穴ぽこがあるんで、ここから出てるみたいですね音は。吹くところがあんまりね出てないんで、見た目はいいんですけど、ちょっとちっちゃい子は吹きにくいかもしれないですよね。はい、ラストは C56165機 SL 北琵琶湖号をご紹介しました。はい、今回はハッピーセットプラレール11月16日から始まりました第1弾の4種類ご紹介しました。ラインナップは4種類ということで、かなりね集めやすくなってましたね。第2弾は11月30日からになってるんで、第1弾で欲しい車両がある方は、買い忘れないように、早めにゲットしておいてください。それでは今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。